中を切りながら奥抜きのディフェンス、小川抜きに行きましたが、袴田いいカット、泉沢、奥抜き、泉沢中に行きます、川田も中、柴山も中、奥抜き、勝負もできる、奥抜き、もう一つ行く、奥抜き、折り返し、柴山が決めました、2点目、今日2点目、柴山、再びリードを見られていた、2対1、見事なショートカウンター、袴田もいいプレッシャーでしたし、いやそうですね、奥抜きの突破も良かったですね、まずは袴田選手の守備じゃないですか、ここで入ったボールをしっかりと読んで奪い切って、これですよね、はい、ここで前に運びますよね、泉沢選手、そしてここから奥抜き選手突破、ここまで深い位置行きましたね、はい、あとは合わせるだけ、野手から甲の突破、甲の力、素晴らしかったですね、はい、突破も素晴らしいですし、ここに入ってきた柴山選手ですね、いや素晴らしいです、